皆さんこんにちは、ジンベイです。ヒロです。はい、今日なんですけども、埼玉県の和光市にある牛まことテニスアカデミーさんのコートをお借りして撮影を行っていきたいと思います。思います。で、ここのコートなんですけど、僕たちがソフトテニスのレッスンも行っているんで、興味のある方はぜひ来てください。待ってます。で、今日はこのこの新しく出たジョーブレーキ 80S を打っていきたいと思います。こっちは 80V かな。どうですか？いいです。どう？これこれはもう誰が使っても似合うデザインとなってますよね、これ。で、一応僕のガットはフォリアクションプロということで、で、リクーンはこっちはスラッシュですね。スラッシュの新色、はい、紫でね、ね、合ってますよね、このゲットに。どっちもこの文字が金なんで見える。文字でさ、リアクションとかさ、これ文字が金っていうの見えるかな。どっちもこの文字が金なんで。あ、これね。うまい。でスラッシュの方もこれ、はいはい、金になってるんで、かっこいいですね。で、この特徴、クラッシュジェネレーターです。やっぱかっこいいんで、このなんかよくわかんないですけど、クラッシュジェネレーター。クラッシュジェネレーター。はい。これで、まあジオブレイクの80トップモデルってことで、ネクシーガの90と80とかとも比較しながらやっていきたいと思います。いきます。どうぞ。初めて使うかな。7フォースと比べてなんか違うないん？そうね、やっぱりなんかコントロール性が良くなったってことか。軽いですね。つけやすいです
8ブレット届いた。音すごいな。